します。と、パソコンを開いてテストを受けてください。就任テストを受験する。します。小惑星探査機はやぶさ2、そのプロジェクトに参加した福島県の大学。なんだろう。福島未来って書いてあるから、福島未来大学さんが参加したんじゃないか。あ、違った。正解は3の会津大学さん。観測機器の開発とか解析ソフトウェアの開発に取り組んでます。そっか、福島は宇宙とも距離が近いんですね。日本サッカーの聖地とも呼ばれている施設は次のうちどれ？ J カントリーって聞いたことあるし、 J ビレッジも聞いたことあるけど、 J カントリーが聞いたことあるな。決定。あ、惜しかった。 J ビレッジだ。 J ビレッジは避難区域の境界に立地していたため、震災後原発事故の対応拠点として使用されました。日本初が福島だったんですね。広いな。しかし次、JR 常磐線が全線開通したのは何年？ニュース見たな。何年だったかな。1の2014年で。去年？全線が開通したのは去年だったのか。そうか、去年までお疲れ様でした。県の面積に対して原子力災害に伴う現在の割合は、原子力災害に伴う現在の割合でも 12% はない、絶対。いや、まだ県の面積でしょ、ちょびっとだよな。2にするか。2。あ、商業施設とか交流施設もオープンされてるんですね。福島県はお米の美味しさを評価する米食味令和元年度の特 A の獲得数はいくつでしょう。まあ2ぐらいじゃないですか。4銘柄。14年の歳月をかけて開発した福笑い、絶対食べたいぞ。赤べこに込められている願いどれだっけ。まあこの時期なので願いを込めて。はい、どうぞ。あ、疫病だ。今医療従事者の皆様へ感謝と敬意を込めて、赤べこの願いを皆様にも届きますように。そうなんだ。赤べこの存在は知ってても、疫病退散って知らない人多いんじゃないかな。これでテストは終了となります。お疲れ様でした。10問中6点。6点か、やっぱいまいちですね。全然当たんなかったな。っていうか6点の中でもほとんど当てずっぽだから、賞味2点とかかな。福島知らなかった大使就任決定。大使6点でですか？大丈夫かしら。